南港線は台湾台北市南港区にある南港駅から同市中西区にある西門駅を結ぶ台北都市運の路線。西門駅からは板橋線に直通運転をしている板橋線と合わせて板南線と呼ばれている。路線のイメージカラーからは色、台湾鉄路管理局中間線や台湾高速鉄道と並走している全長 13.5km。 延伸区間の混用駅南港駅間は2008年12月25日、南港駅南港店乱関駅間は2011年2月27日、それぞれに開業した。2008年12月現在、運行時間は6時24時で、おおむね4分間隔にて運行されている。また23時以降は、運転本数が前減する。ラッシュ時や深夜には一部の列車が、 混用駅止まりとなる。時刻表は存在しないが、すべての駅のホーム上と改札周辺に、行き先別に次の列車到着までの残り時間を、刻々と示す案内表示が設けられている。すべて地下駅である。右側通行、第3機情方式、機関 1435mm、ATO 方式、ワンマン運転と、主に欧米の地下鉄を模している。 一部の駅にはホームドアや稼働策が設けられており、また各駅で車椅子に対応したバリアフリー化が進んでいる各駅の改札外に現金自動預け払い機、売店や新聞紙などの自動販売機ある。駅構内や列車内での飲食はガムや清涼飲料も含めて法令により禁じられており、違反者は罰金の対象となる。 携帯電話の電波はトンネル内を走行中の列車からも十分通話が可能なように中継されているが通話は小声で行ってくださいとの案内が行われている。改札内の設備における企業の宣伝広告はキャンペーンなどに伴って排除されすべて台北都市運の広告または公共広告となることがある。C321 型電車、C341 型電車が すべて6両編成にて、ワンマン運転されている。1両の長さは23.5メートル、車両幅は3.2メートル、1編成の乗車定員は1914名ある。ため、列車長は、日本の JR 在来線の通勤型電車のほぼ7両分、乗車定員では12両分以上に相当する。列車内の企業の宣伝広告も、 キャンペーンなどに伴って排除され、すべて台北都市運の広告、または公共広告となることがある。車両基地は、混用駅南港駅間に南港気象が設けられている。表記の日時はすべて現地時間。前線地上降下の目作線を除く、高運量規格の各路線は地下を通過する都心部で、軒並み被災。 南高線の被害規模が最も甚大で全駅が冠水、被害がなかった直通先の板橋線も含めて完全に運行が麻痺、復旧には数ヶ月を要した。当日まで編集表中のは地上からの浸水もあった場所復旧、編集、ありがとうございます。